皆様こんばんは。 KPN の時間です。私、剣持、菅野がお伝えします。本日のニュースは、新型ウイルス感染が止まらない。もしかしてあの感染？政府の対応は？です。ぜひ最後までご覧ください。概要。新型コロナウイルスの集団感染が起きている大型クルーズ船ダイヤモンドプリンセスで、新たにおよそ66人の感染が確認されたことが分かりました。クルーズ船の感染者は合わせておよそ136人に達することになります。今回のことを受け、政府が新たな対策を打ち出そうとしているそうですが、一体何をするのでしょうか。早速見ていきましょう。新たな対策。横浜港に停泊している大型クルーズ船ダイヤモンドプリンセスについて、厚生労働省は9日までに乗客乗員70人が新型コロナウイルスに感染していることを明らかにしていますが、関係者によりますと、検査の結果、新たにおよそ66人の感染が確認されたということです。これにより、クルーズ船の感染者は合わせておよそ136人に達することになります。これを受け、加藤厚生労働大臣は10日の閣議後の会見で、クルーズ船に残るおよそ3600人の乗客乗員全員に、下船前ウイルス検査を行うことが可能か検討していることを明らかにしました。もしかして今回、クルーズ船内の乗客乗員全員にウイルス検査を行うことを政府が検討していることについて、検査を義務付け、それができる方法を模索するべきに感じます。こんなに高い感染率だったら3700人を全員検査するべきです。もうこれは全員検査する必要があるんじゃないでしょうか、といったように、全員検査を検討ではなく義務化して早く実施するべきだという声が多く上がりました。またこれはかなりの感染拡大が予想されるだろうね。ある程度予想していたこととはいえ、感染力の強さを如実に表してるといったように、爆発的に広がる新型コロナウイルスの感染力に改めて驚愕する方も見られました。全員検査してない状態でも100人以上感染しているわけですから、全員検査した場合、一体何人が感染しているのでしょう。そして先日話題となったエアロゾル感染に関連して、明らかに感染はエアロゾルもしくは空気感染、セントラルヒーティングであれば船での隔離は全く意味がない、客室の暖房って通風経路つながっているのではと思ってしまいます、といったように、ダイヤモンドプリンセスは感染拡大が促されるような環境だったのではないかという声も上がりました。エアロゾル感染とは、同じ空間内にいる感染者の飛沫が浮遊する空気を吸い込むことによって感染することで、空気感染とは異なる感染経路だそうです。しかし、そもそもエアロゾル感染自体が発生するのが滅多にないことや、エアロゾル感染にしては規模が比較的小さいことから、エアロゾル感染の可能性は低いと見ている専門家もいるようです。そもそもエアロゾル感染疑惑発表の情報元が中国ですから、信憑性が。新型コロナウイルス感染拡大を受け、新たな対策を検討すると発表した日本政府。これだけ感染が拡大し、ただでさえ後手後手の対策を強いられているのにもかかわらず、検討というのはまだことを甘く見すぎているのではないかと感じてしまいます。エアロゾル感染についても様々な情報が飛び交う中、デマも広がっているようですが、一つの情報だけを鵜呑みにせず、複数の情報源をもとに情報収集した方が良さそうです。この KPN でも
より正確な情報をお送りできるよう努めさせていただきます。いかがでしたか？本日のニュースは新型ウイルス感染が止まらない、もしかしてあの感染、政府の対応はでした。このニュースが面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のニュースでお会いしましょう。